ほう、石田健太さん、悩みに悩んだ結果、今シーズン、4月7日に国内 FA 権を取得した石田健太が FA 権の行使を熟考している。石田健太が FA 権を行使した場合、獲得に動くとされる球団は、巨人、ソフトバンク、広島など、複数球団が名乗りを上げると見られていた。巨人では DNA からの FA 移籍選手は活躍できないというレッテルが貼られ、各球団後出しじゃんけんのような状況の中、ヤクルトは石田健太と初交渉を行ったことが複数のメディアで報じられた。まだ悩んでいる。音沙汰なしで草。なんでこんな扱い？この人何の噂すら流れてこないね。残留した場合は年俸おいくら？4年4億でヤクルトとかいう地獄。よっぽど横浜嫌いじゃなきゃ残留やろ。ヤクルトなんて不人気、クソ球場、クソ守備で死刑囚になるなら自称ファミリーのバカ球団に残留した方がええやろ。お目当ての球団とは縁がなかったんや。今のハマスタホームラン出にくくなっとるからハマスタの方がええぞ。残留したら下で成績悪かったらすぐクビになりそう。しかし塩見の故障と村上のせいでここまでクソ守備連呼されるようになるとは思わんかった。実績は山崎福也と変わらないのに。ほぼ同格だと思ってるだろう。山崎が4年10億って聞いて自分4年4億なら納得いかんってなるやろな。親のために広島に戻ろうにも広島は補強終了。ヤクルト、来たかったら来てもええで、DNA、残りたかったら残ってもええで、その他、もう枠いっぱいだわ。神宮が苦手という特徴がある。ちな役やけど来年もゴミシーズン決定してるからもう混んでええぞ。ここまで引き伸ばしたら起用が決まいが心象最悪やわ。高津が同席してたら即決だったかもな。人によるだろうけどそういうの気にするやつはかなり気にするやん。石田の実績で4年4億で何を迷う必要がある。二択なのにいつまで時間かけるんだ？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。